います。今年最後の長岡の会で、お正月入れて4回目ですかね、になりまして、年4回ずつぐらいやってるわけですね。年4回ずつ。なかなかやってますね。で、今回のラインナップ、まあ、必ず長岡の会ってのは4曲聴いていただきますが、この宮古風流五郎、助六二人ワンキューって、これね、これなかなかのプログラムですよ。ねえ、ありがとうございます。ですから早々と、もう早々と皆さん買っていただき、早々と完売をいただきました。もう本当に、もうチラシ作る必要ないなっていうぐらいな感じでございますね。ありがとうございます。本当なかなかのラインナップ。この日はね、こう、なんていうか4曲ずつね、これね、年間に4回4曲ずつやるって言うとね、しょっちゅう同じ曲になっちゃうわけですよ。だって15年曲やるわけだから、でも3年ぐらい空いた曲をこういうふうにやるんですけど、ね、何でもかんでもやればいいってわけじゃないですからね。なんとなくこう最初にいいものと、ね、こうなんか中間がいいのとか最後にいいものとこう やってみますと大体同じような曲になっちゃうんですよ。よくこの宮古風流五郎助六ワンキューが3年空いてたなと、空いてたんで水引いてたけどね、お茶引いてたんで水引いちゃったからお茶引いてたら待ってたけどね、いいですね。で最初に聴いていただきましたのは宮古風流大好きな曲でございます。まあ、皆さんもご存じね、好きな曲、これ新しい新曲で、新曲でも昭和22年とか、昭和22年って言いますね、多分ね、あれですよ、イノシシ年ですよ。で作詞が久保田万太郎さん、久保田万太郎さんって言ってピンとくる方はなんとなく私を伺ったら上の人たちでしょうしね。小説家でございまして、僕はね、文学座を作った人ってことを覚えてるんです。文学で、ちょっと文学座とちょっと関係があるんですね。それで、でまあ、これ話してみて話すと長くなっちゃうんですけど、話せない文学座を作った人が久保田万太郎さんなんだってことを杉村先生に聞いておりました。それで、久保田万太郎、久保田万太郎と思って、久保田万太郎がこの歌詞を書いてるんだよね、小説家の人が書いてるんだと思いまして、そしたら、この方は久保田万太郎さんが、要は浅草の人ですね、江戸の要はことを書いたわけですね。浅草吉原界隈の初夏から冬の、だから初夏から始まって最後雪のなんとかっていうんだったでしょ、ね、傘でしたっけ、なんですかね、なんか雪降って、その前にどん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 って雪が降ってたね、感じでございます。そういう風に書いて、なっておりますから、それが浅草で、うちのね、実はそのうちのおばあちゃん、これがまた明治36年生まれのうさぎ年のおばあちゃんがいるんですけども、もうとっくにいないんですけども、それがまた浅草なんですよ。浅草の浅草寺の裏で、必ず小学校、あ、その時は小学校って言わないのかな、学校行く時にはその中見世通っていかなきゃいけない、あそこ石畳があって、下駄履いて歩いて行って、それで雨が降ると石畳が滑って下駄履いて転んじゃうんだそうです、小学校で2年生ぐらいだと。そうするともう泣いて学校行かなかったわって言ってました。そうです、なかなか自由なおばあちゃんになると思いますけどね。そのおばあちゃんちが、まあ、お仕事してて、お棚って言ってましたから、久保田万太郎さんの家が、万ちゃん万ちゃんって言ってたんですよ、ね、言ってたって話を後々聞いたんですよ。で、あ、久保田万太郎さんのことはあっちゃんは知ってるのかいって言うか、知ってるっていうか、こういうことだよって言って、あっちゃんって僕のことね、それで、で、そこで、あ、そうなんだ、万ちゃん万ちゃんって言って、うちはお棚で、お棚の息子さんで、まあ、お金持ちの息子さんなんでしょうね、ですから、それお仕事を納めてたんだよなんていう話を聞きました。おお、そうなんだ、黒田なんて、うちのおばあちゃん、まぶたしだったんだみたいな感じになって、おお、そうかって、すぐこの宮古風流がぐっと近づく、文学座もぐっと近づきましたしね、宮古風流がぐっと近づいたというエピソードがあるということですね、もうそれだけで十分じゃないかという感じでございますが、今、聞けば9つ、なぜそれの様子とか、いろいろ喋るところがたくさんあるんですけど、これだけ喋ってると、また、時間がなってしまいますので、またなんか長唄メモにいっぱい書いてありますね。あれで、それが宮古風流という曲、とても素敵な曲でございまして、やっぱりこうザ長唄というよりは、なんか新しい感じだから、非常に思いやすい、なんとなく電車が走ってるイメージの長唄です、なんかこう、あとあれ思いません、トロリーバスって言いましたっけ、なんかこう僕らの子供の時さ、ね、道路こう線があったじゃん、ね、なんか、まあ、もちろんそれとは違うんだろうけど、なんかああいう景色、都電が走ってるとか東京いっぱいあったじゃんね、なんかそういうような景色が思い浮かべるような感じの宮古風流という曲で、花見踊りっていうのもあるんだけど、花見踊りはもうちょっと違うんだよね、街灯っていうイメージなんだけど、街灯ができたっていうか、こう宮古風流はなんとなくそっちのイメージがある。もちろん僕も知らない時代ですけれども、なんか
そんな感じが起こっておりますね。都風流、次に聞いていたのが五郎、五郎と日暮と言ったり、雨の五郎、踊り監督と雨の五郎って言いますわな。五郎、僕は五郎って言いますけれども、五郎と日暮、いろんなタイトルがありますが、まあ、どうなんでしょう。五郎という譜面もあるし、五郎と日暮って書いてある譜面もあるし、雨の五郎って書いてある譜面もあります。まあそういう、うん、ことでございまして、これはまあ、蘇我狂言、もうとにかく、蘇我の十郎五郎とね、蘇我の十郎五郎、十郎がお兄さんで五郎が弟、蘇我の五郎っていうのはまあ、五郎っていうのはその蘇我の五郎の弟の話を言ってるわけですね。この十郎五郎の敵討ちっていうのは、とにかく鎌倉時代でもうとにかく有名なんです。はい、皆さん知らなくてもとにかくもう知ってるんです。もう十郎五郎といったらもう敵討ち。敵討ちっていうのは何かっていうと、おめでたいってことなんですよ。ね、なんかちょっとなんかなんか沈黙の感じがしちゃうけど、そう本当は違う、敵討ちが成就できましたおめでとうございますとって言われる、つまりすごいめでたいことなんですよね。そんだけのことそんだけのことや、もうあと言うことないじゃない、別にね、うん、これなんか日本舞踊でよく入れますよね、あの一人のことってね、五郎と同じような格好しらいしてるのが助六よね、だからその、まあ、それを花川と助六なんだけど、あのなんとなく両方とも同じようななんか山八巻みたいな紫のしててさ、なんか黒もつき着ててさ、一緒ですさ、いやーってやって傘持ってたり持ってなかったりするじゃんね、なんかそんな感じですね。で五郎の次がその助六でございますね。助六はまあ、江戸時代唯一の色男と言えば本局の主人公助六でございましょう。歌舞伎、江戸歌舞伎の代名詞でもある助六ですが、実はもともとは上方京都の人物、京都の助六という男性と島原の遊女、島原ありますね、遊女揚げ巻、うん、との心中が一中節となって、一中節っていうあのジャンルがありますよ、一中節となって江戸に渡ってきたんですって。でそれが元になりまして、いろいろまあ石川県が考えて今の助六っていう芝居にしました。この助六っていう話はまた しだすと長いですから、まあ皆さんが知ってるということで、もういいですね、いいですね、よろしいです、もうこれもう歌舞伎十八番のうちですからね。あの何でしたっけ、スケロクなんとかのレンジサークルね、こんなのやっぱゆかりのなんかね、あの芝居のスケロクを舞踊のためにこう曲を作ったぞっていう、簡単に言うとですよ、簡単に言うとそういう曲なんで、この曲でもってスケロクやるわけじゃなくて、踊りとしてあるということですね、うん、それぐらいかな言いたいこと言っちゃったな、珍しいな、もっとあるんだけど、おばちゃんの話もっとしてもらおうかな、ねえ、いいですね、うん、五郎というのも今も都風流もこれは二丁で弾く三味線ですね、まあ、三人でやらないこともあれば二丁で弾く、今日は二丁尽くしでございますが、これは都風流は本出と楓とやって、で、次は五郎は本出と宇和上士が入ります。これも二人でやりますね。これで助六はまた本出と宇和上士でございます。この宇和上士っていうのがやっぱりこう三味線弾きにとってこう楽しいと思うか、めんどくせえなと思うか、僕らはまあこう端っこの宇和上士を弾かせてもらうようになりたいなってずっと若い時からやっておりましたので、もう宇和上士弾いていいよなんて言ったら、そうですかなんて言ってっていうのはね、あの本出ってね、例えば縦三味線があって脇三味線があって三枚目があって宇和上士だとすいませんが4人で行くとしますでしょ、ね、そうするとね、縦、まあ、三味線はまあ やることあるね、脇三味線縦にくっついてるわけね、三枚目がくっついてるわけね、この縦から 3枚目までは同じ手を弾くわけですよ、ね、それは当たり前だ、ね、当たり前だし、自分の手が違っても縦に合わせなきゃいけないわけですよ、脇についててもこの縦に合わせた手を弾かなきゃいけないです。ただ宇和上士だけはもう勝手に手なんですよ、ね、で、あれ面白い手引くんで、うちはこうやって引きますって言ったらもうそれだけで済みますから、間違いでもないし構わない、勝手に引くことに対してね、非常に僕はね、なんちゅうかな、得意すごく何なんだろう、もう自由度が高ければ高いほど羽ばたくタイプなんでしょうねじゃあ古典芸能に言っちゃダメじゃねえかって話だけど、そのガッとされるのがダメなんでしょうね、もう自由にしていいよって言ったら、ああそうですかっていうタイプの人間なもんですから、宇和上士が好きで好きでもう、もういくらでもうるさい宇和上士が弾けるわけですね、叱られたことあります、あんまりやるんじゃないって言ってっていうぐらいに面白い。五郎はさほどやるとこがない、2か所ぐらい、あの宇和上士といってもこう本出とユニゾンっていうの、デーンっていうのとドーンっていうのとか、こう一緒にこう
ね、オクターブ違いで弾いたり、で全く別の手を弾くところは5の手2箇所ぐらいしかないです。その別のつまりこっちが超ちょっとフレーズを弾いてるとこっちがサクラみたいなことをなんか別のフレーズをしてまたどっかで会う、この別のフレーズを弾くことが五郎では2箇所なんですが、ここをどうやってやろうかなっていうのをワクワクしちゃうタイプなんです、僕なんかはね、だからまあ鉄自身もワクワクして弾きなさいよって言うんですけど、そのメロディーが上調子で聴いてて違うメロディーだなとお客さんにはあるんだけど、違和感に2つのメロディーが同時に聞こえるから違和感を持っちゃうみたいなね、違和感を持っちゃいけないわけですよ。違和感を持っちゃいけないんだけど、ちゃんとこのメロディーは主張してもらいたいんですよ。こっちのメロディーも主張してるから、影に隠れないで主張して、両方主張してるんだけど違和感なく聞こえるっていうのがいい演奏なんじゃないかなと思うわけでございまして、これがまあ五郎では2箇所あります。で、スケロクになりますと、スケロクはまあこの名人カスさんが弾いてくれましたね、これはもう聴いてるだけで面白いんですけれども、スケロクで言いますと、歌詞の方ではチャンチャンチャン、後の方にあるでしょ、なんだっけ、恋の、和計算というかね、そうそう、助けてくれるね、ありがとう、みんなねみんなありがとう、チャンチャンチャン、なんだっけ、江戸の桜、琉璃、国だ、力づくだから、巡る杯縁となく恋の夜桜だね、三下がりって書いてあるんですよ、これ、三下りって読まないとかね、三下がり、調子の話ですからね、本調子が元気で三下りされたんじゃないんですよ、三下がりの隣、恋の夜桜、浮気で通うなんてとかありますな、いいですね。恋の夜桜浮気でかいマブのなどりの通り物喧嘩仕掛けや色仕掛け力づくなら何言ってくるならってね、ビューティーチラルでございますってね分かる方だけで結構です。でこの恋の夜桜のところを弾いておりますけれども、本音がこの時に上調子というのは違う、全く違う、これが、あれでございます、何でしたっけ、6段そう5段でも4段でもなく6段も弾くわけね、オカルカンペイだね、6段あら6段目この6段も弾くわけ、6段っていうのはさドツタンタタン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 タタタンタタタタンタンタン、これ聞いたことあるじゃないですか、お琴でね、よくお正月ね、あとはあの浮き屋っていううどん屋に行くと流れてますけどそういう6段も弾くわけさね、これがね、非常なんていうかね、僕がこの6段聞いちゃうと本音が分かんなくなっちゃうしね、まあ、6段は本音を弾きながら弾くんですけど、これは何とも言えない、難しいっちゃ難しいし、聞いてて違和感が、最初に違和感がある方がいらっしゃるかも分かんないですけど、これは名人の芸でもってかって聞かしますからね、踏みかしげちゃいませんよ、こっちがドキドキしちゃいますから、それですけど、スケロクが面白いとか、そこ、うんですね。うん、面白いですね。いいですね。うん、そういうスケールそう、スケールちゃんとデスクロ君が山始まりしてんじゃんね。こういう格好してるね、これがおしゃれだったってことです。最初の方の三下がりに行くまではスケールのこしらえも言ってるわけですね。うん、松の刷毛先月みたいとね、この松の刷毛先がね、まあ、こうちょまげってさ、こういう風に乗っかってんだよね。この先っぽをこう分けさせるのが流行ってんだろうね、こんなっていう話なんですよ。流行ってんの俺たちの中でってやつよ。こっとこう荒れてる。ね、それは松のハケ先みたいだって話よ。ね、ね、それがまあそういうこしらえを言ってくれてるやつだけど、すげえポップな格好してるんだぜ、かっこいいだろっていうような、いいだろうなんてね、いう感じの、スケロクさんでございますね。本当はスケハチっていう名前だったって話もありますけどね、で8じゃかっこ悪いんで6に変えたっていうのは、本当は嘘か分かりませんけれども、まあ、そういうふうに聞いております、そのスケロクじゃないですね、五郎から聞いてくださいね、気をつけないと、こしらえが一緒なもんですからね、気をつけないと、五郎はおはようさんも入りますから大丈夫ですよ、おはようさん入って、修行者入りまして五郎が演奏をします、それから幕を上げて、下ろしてあげてスケロクやって、それで休憩となりますので2曲お送りいたします、よろしくお願いします。